はい、こんにちは、ショウです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。なんかね、ヌケリンを昨日入れてたね、あの動画あったと思うんですけど、なんか使ってたら割と、僕別にもともとね、ヌケリン嫌いじゃなくて結構好きなポケモンで、なんか使ってますね、そのまま。特になんか何も考えずに、これヌケリン出してえな、レヒレー。ただ出してる余裕がなくて、土砕考えると無動がいなきゃ無理でしょ。で、サンダー考えると、まあ、バンギかポリツーは欲しくて、まあ、無動ポリツー抜け人とか。いや、ウラオスに無力すぎるな、いくらなんでも。な、ピクシーも絡めたくて、ウラオス、まあでもこれ、十中八九悪で、まあ、無動を選出するようにした方がいいかな。ステロも巻きたいし。まあ、無道から入っていいかな。で、裏にバンギも置きたいかな。さすがに。これ抜け人出せねえな、多分。で、この2体だとさすがに、レヒレがゲロだから、まあ、ドヒドになるんかな。ウラオスきついな。ちょ、これ選出がね、重いな、めちゃくちゃ。相手からすると、土砕をまずね、こっちからするとね、土砕を無道じゃなきゃ無理で、まあ、薬前提とかなら話違うんだけど。って考えると。でも多分、土砕出てくんだよね。受けループ崩せるから。剣舞から。で、まあ、純速とか取ってたら多分、ウキウキで出てくるんだけど。ウラオスから来た。まあ、このショット、水だったらいいよ、全然。水はマジでね、玉感知がやばいけど、みんな打ってこないからね。玉感知。マジで大丈夫。ただでも無動とね、ドヒドってその物流系を2体に対して電気が一貫してるから、なんか受けループとか受け系のサイクルって昔からさ、物理の電気タイプが浮かんないっていう話があって、まあ、カバルドンとかが入ってれば話別だけど、ウラオスにカバルドン投げれたもんじゃないからね、水は特に。ああ、これ大サンダーだな。一体捨てなきゃいけないかな、これだと。で、ヒレ考えるとまだ、でも大魔、いやー無理だな。捨てるならまだ無動だな。パチンコドラゴンなんてそもそもこの世に存在しちゃいけないポケモンだったんだけどね。受けループからすると。大サンダーでしょ？ああ、そうだよね。どんぐらい入るかな？弾やめてほしいな。強っ。強っ。きついねー。玉だよね。困ったなー。困ったなー。いやー、こういうの考えると無動に飛行技持たせてもいいなー。まあ、相手第3打連打でいいんだけど。まあ、一体捨てるしかないか。まあ、無動を引けばダイマックスターと2ターンは。無動一体で枯らせるから、ドヒドが投げ直せて、まあそっからだね、問題は。ここナックルってんの賢いな。ここナックルってんのめちゃくちゃ賢いな。相手ポケモンが上手だわ。やばい。誰一人として抵抗できずに死んでいくことになったんだけど。はい。ドヒドいて。こもウラオス、こっちの方がきついな。どっちかっていうと。いや、やっぱウラオスに両対応できる。チョボ巻きか、やっぱり。時代は。ここが再生で間に合ってないと負けなんだけど、弾だから無理そうだね。まあ、エレキフィールド枯れたりするんであれば話は別だけど。ごめん、ごめん、ごめん。水ウラオスだからバカにしてごめん。僕が悪かった。僕が悪かった。ごめん、ごめん、ごめん。悪だったらさ、まあなんとかなるかなって思ってたけど。ごめん、ごめん、ごめん。これピクシー投げてもダメだから、やっぱウラオス両対応しないとダメだわ。負けです。
やーちゃー、困ったこと起きたなー、これ。どうしよう。もうウロス怖い病気にかかっちゃったわ。ウロスに怯えて生きていきます。あー、ウフラオス怖いよー。もう、さっきレヒレいたのに水ウラオスだったしさー。怖いよー。どっちだよー。わかんないよー。ウフラオス怖いよー。ウフラオス怖いよー。っていうことでね、もう一戦やっていくんですけど、これはドヒドバンギ無道かな。さすがに選出。無道いないと、ドリューズで死んじゃうでしょ。いや、そうそう、こういう時にね、マジで戦術タグ。ラピクシー絡めたいんだよな、ウラオス考えると。悪だった時はね。たださ、さっきみたいにさ、構築に水タイプ他にもいるのに、悪ウラオスじゃなくて水ウラオスって時があるから。ドヒドイデを出さない。いや、無道でミミッキュ見れてないのがやっぱ弱すぎるな。まあ、ドヒドバンギ無道だな、さすがに。初手相手無道で来るかな。ステロマックのかわかんないけど。いや、こっちも無道で入っておきたいな。いや、でもウロス初手で合わされるのまずいから、これしかないか。もうウロス怖いよ。誰か、マジで助けてくれ、ウロス。ちょ、来た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 。どっち？悪の方。初手だから、いや、もう怖いな。いや、まあでも再生からしか入れねえわ。飛んできた。鉢巻きだね、これ。あー、これも怖いんだよ、もう。強すぎ、これ意地でしょ？あれ？どっちだ？なんか意地っぽい気がするけどな。それか、陽気の高乱数かだけど。あー、怖いよー。引きのタイミングにネットを合わせたい。いやー、まあでもどうせ引くのサンダーだろ。賢いとここで引くんだよな、すぐ。早いうちに。ただたまにね、強打で、チンタラ。そうそうそう、チンタラやってくるんだけど。まあでも、引き際の熱湯とか考えたら、強打打ち得だからね。熱湯で焼くんだったらさ、別に。次ぐらい熱湯すけども、怖いなぁ。とりあえず強打今2回。これを8回頑張って打たせればいいわけだから。ダイマックスから絡めればさ、8回打たせれんじゃね？ここも再生だね。ちょ、プレッシャーアーマーガーで、4回打たせるか。さすがに無理だな。引いた。サンダーでしょ？多分。ここドリューなんだ。ここサンダーで、こっちバンギー投げるのを強要されて、っていうルートが一番きついんだけど、ここドリューだったら、で、型破りでもないから、まあ、岩なだれのひるみ以外は大丈夫かな。基本的には。剣舞から来そうだけど。剣舞。で、入ってここなだれかな。で、強打は今3回ね。覚えておかないと。あー、大魔切ってくるんだ。弾やめろよ。大ロック押してきそうだけど、だから岩なだれで一回ひるませて、アイヘとかなだれで一回ひるませてから、大魔切ってくるよりは、全然マシなんだよね。こっちの方が。まあ、岩技が、な、エッジとかあったら、急所狙うのちょっときついから、みたいな感じなのかな。ロック、なだれだったらなだれ一択なんだよね、ここ。強くて、めちゃくちゃ強くて、130ぐらい入ったでしょ弾。で、次、ちょうど130か。で、次食らうのが130半分だから、75ぐらいで。まあ、これで羽で間に合うことになってるんだけど。どこで引いてくるかな、ウラオスに。大ロックマン。まあこれは羽で間に合ってるから全然いいんだけど。いや、まあでも引き際に、あれだね、羽をしていれば大丈夫か。プレスで突っ込んで、ウラス処理できるから、羽連打でいいかな。大ロック。
まだウーラオスがめちゃくちゃきついな。いやでもこっからの方がかえってやばくね。ダイマ切れた後の方が、雪崩でひるんだら終わるわけだし。どうすっかな。プレスいっちゃいたいけど、引くかな。まあ、まだ一回、弾で相手削れてくから。多分雪崩じゃないんだよな、岩技。ああ、それか。まあ、命中数少なければ全然、こっちの方が余裕になってくからいいんだけど。3回。ここ相手引く場面だね。まあ、裏に、いや、この HP あれば、強打一発耐えるから、ハチマキでも。ここステロでいいな。巻いちゃおう。OK。裏を退治した。怖かった。じゃあ、お疲れ様です。また、明日の動画で。